ナナコさんの作戦勝ちですね。これはすごい。奥さん。宿舎前。竹畑。はい、約束。はい、約束。はい、レース。うん。右側うるせえ画面。すごいな。会場にしか見えない。言われてるぞ。メイヤさん言われてるぞ。いや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 、まあ確かにうるさいのはわかるけどさ。一番うるせえやつは、あの、顔がうるせえやつ。一番顔がうるせえやつ。おさまさん言われてますよ。お前だよ。可愛いだろう。こんなつぶらな人。なんかもうすげえ プテさんみたいな印象があるんだよこれ。うん。プテさんっぽい。うん。プテさんっぽいんだよこれ。宇宙感なくなってきましたね。そう。確かに。いや逆に宇宙感ありすぎでしょもう。でも鬼手4本あるからちょっと宇宙人感ない。二本二本は二本。うん。背中から手生えてる。怖。怪力じゃん。宇宙とは畑。うわ遠いな。うん。634。武蔵。変貼った。シン。もうめっちゃいる。梅。めっちゃいるめっちゃいる。お。あ、あら。シンキルありがてえ。ほい。はい。エンジン上。エンジン上か。宿舎の方ってことですか。そうですね。待て、ちょっと。10秒。エンジン上？はい。あ、僕の位置は宿舎に入ってたかもしれないですけど。あ、OK です。はい、じゃあ、奈々子さんとあの宮ちゃんのローラーで大丈夫です。あの俺あの、カメラを見てて、死体があの金庫の中 の、はいはい、あのダイヤの前に落ちてるのを見てるので、エンジン上では絶対ないですね。これ僕がエンジンの配線やった後に序盤あてかもういらんかこの情報。そっちからカメラ見るなナナコ。あんな死体が自分の目で。あんな死体が撮るところですな。アーカイブ鬼ほどいたぞ。鬼ほどいたから結局詰まってるよ。アーカイブシャワーあたりめっちゃいたの。むちゃくちゃいた。ジャッカル、キルシムジャッカル。インポスター了解です。これは不運。カークピエット。業さんかねがな。問題なし。はい。うん。見るか。アーカイブ7個。おお、梅健さん。梅健さんはエンジンの給油で死んでて、その10秒くらい前にメイヤさんとすれ違ってます。う
うん、俺アーカイブのダウンロードやった後に停電になったから停電直しに行って、ラウンジアーカイブ戻った時にアルマ君とすれ違ってるね。貨物の給油の前で死んでます。うん、給油の前か。梅健さんはね、僕がアーカイブに入るタイミングでラウンジの方行ってるんだよな。その前に誰だったっけ、畑迫と貨物ですれ違ったよね一回ね。はい、でシャワーでもすれ違ってます。これ多分メイヤさんだと思ってて、今メイヤさんがアーカイブからラウンジの方に向かってるメケンさんとすれ違ったって話をしてるんだけども、はい、俺は、シャワーで、中野くん、見てます、はい、うん、中野くんが扉開けて入ってってラウンジ抜けてって、で俺がその後入って、メイヤさんがそのラウンジの方からアーカイブに入ってきてるのを見てるんだけど、いずれにしても梅健さんを見ていないので、あ、ごめん、時間軸が違って、始まった段階リスポンしたのは僕貨物で、で、ラウンジに行くタイミングで畑迫とすれ違い、アーカイブに入ってダウンロードしてるタイミングで、うん、するタイミングで、梅健さんがラウンジに行くのを見てるのね。で、アーカイブのダウンロードが終わったタイミングで停電になったから貨物行って停電直してラウンジアーカイブって言ったタイミングでアルマ君とすれ違ってるって状況。あ、すいません、現実今喋ってない、今喋った方にお聞きしたいんですけど、左にだって自覚のある方他にいます？僕います。僕もいます。慎太郎、竹尾、源は行ったはず。ですね、私、結論から言うと、竹雄さんを怪しんでいます。リングフィットのところのタスクを終えて、はい、私、武器庫の中に入ろうとした時に、高田さんが武器庫から上に行かれてて、私、その後、停電を、配電盤触って、直したんだったかな、直してなかったかな。他の方が直してるの見てたのかな。俺が直してる。一番左が直した気がする、誰かが、はいはい。で、私、その後、アップロードやって、上持った竹雄さんすでにおられたので、うん、おそらくコックピットとかあたりで殺して、ベントで来たんじゃないかなって見えてます。あ、違います。ベントタスクやってました。畑迫の動きを、畑迫って最後シャワーで右回りです。貨物診察で駅メインシャワーです。慎太郎さんが左で殺してる場合は結構終盤になるはずで、メイヤさんの対抗になったら僕かな。うん、まあでも分かんない。あ、中野くんじゃねえ、マジで。メイヤさんと直前シャワールームですれ違ってるのが僕なんで、多分対抗になる。だいぶ前に俺貨物に入っていく、ラウンジに入っていくメケさん見てるからね。はい、すいません、ちょっと、ケンさんに今疑われてる状況なんで、弁解したくて。はいはい、ケンさんがバン触ってたんでしたっけ、はい、停電、はい。で、その後アップロード行ったんですよね。はい、で、多分僕その時キッチンいて、展望デッキ入ってベントタスクして出ていこうとした時にゲンさんが終わって、うん、なんか扉あたりで重なったっていう自覚だったんですけど、はい、2人で係で扉を開けた記憶、はい、まあ、当然私展望デッキに入る段階で自分で開けてるので一回閉めてるんですよね、はいはい、で、僕が武器庫の方に行ったら慎太郎くんがいたっていう状況なんです。あ、慎太郎さんそこまでは来ているのか。右の剣はどうします。右の剣の方がそうね、もめやくん釣ってるからきっとはメイヤさんだと思うけど、中野くんのセリフもあるし、あのメイヤくんが手で直した後に給油の方見てなかった可能性もなくはないから、まあ一応僕はもう奈良子さんに任せます。奈良子さんが一番白いんで、この中で誰の視点で見ても、うん、実施点だとアーカイブ脇で梅健さんと湧いてたんで、あの最初のメイヤさんの証言は合ってるんですけど、まあ、その後僕が一周してシャワーでメイヤさんとすれ違ってメインホールに行った後に切ったのかなとは思ってます。あれ、ちなみに竹尾さん、あ、すいません、竹尾さんのゲンさんってゲンさんの方が先に展望デッキ抜けたってことですか。はい、ああそういうことか。うん、僕がそのキッチンに入った時に竹尾さんが展望から出てきたのは見てます。一応ゲンは席方面に行きました。ああ。畑迫中野くんだったら中野くんの方が黒要素が高いと思う。だからつるんだ、安定でつるんだったら中野くんまでつったら一度は落ちると思う。まあ任せます。そうだな、目安に切るんだったら僕のことを戻ってシャワーで切ればいいと思うんで、ただ、うん、僕を落としたいんだったら落としてもいいですけど、次結構盤面きついとは思います。そうだね、だからシルクいるんだったら出てきてくれた方が、うん、いやなさそう、なさいねえのか。5人でしょ、僕つって。ゲンタケのうち1だと思うからごめん。中野くんまで釣って、あとゲンタケの中に。いや、違う。ゲンさん、ゲンさんはない。ゲンさんはない。ゲンさんだけじゃなくて、私は竹尾さん7、慎太郎さん3ぐらいで見てるので、まだ確定ではない。うん。ちょっと、はいはいはい。わかりました。お願いしますよ。お願いします。
決定打にはならんのよな。前途移動見たわけじゃないし、うん、まあ案の定キッチンから来ましたって言われちゃったからな。武蔵あ、ナイスボタン。いや、もう、めっちゃ強いボタン、はい。ナイスボタン。タスク終わりました。マジック終わりました。ナイス。僕も終わりました。です。あと、6つですね。6つ？ん？まあ、本当ですか。ほぼほぼ七子さんは白だと思ってはいますが。あ、じゃあ、竹尾さんに確認なんですけど、竹尾さん目線、原産は、どちらのキルにも関われないってことですかね。はい、うん、そうですね。とりあえず、高田さんキルっていうか、原産が切れるところがないです。あ、僕が後ろを取って、はいはいはい、武器庫、キッチン、展望で行って、ゲンさんの姿確認して武器庫戻ってなんで、ゲンさんが切れる位置がそもそもないです。だったらもう僕か竹尾さんしか残んないのか、宝さんを切り得る人物が。はたそこありえるんじゃないの？それは右の方で死人情報なかったっけ、はたそこさんって。メイヤーさんに死人されてますよ。シャワーではたそこ初期の方にあったって言ってたもんね。いや、貨物で初期にあってて、終盤でシャワーです。終盤でシャワー。ああ、そっか、その順か。あたそこでエレクトリカルからシャワーに行ったの？エレキメインシャワーですね。そっかそっか。あ、メヤ君人外で置く場合は、メヤ君の発言にはあんまり信憑性はなくなっちゃうけど。っていうか、メインで切ってる可能性っていうのはありえないのかな？その、宝さんを？宝剣にしよう。まあ僕とすれ違ってからなら、まあ、からか左側なら見てないんで、ありえますね。原産の情報で高田さんがなんかコックピットあたりみたいな話だったじゃないですか。武器庫より上に行ってるはずです。武器庫のドアのところで確かドアを開けたら高田さんが武器庫の上の方に立っておられて、うん、それを置いて隠して下に降りました。鬼木の方が、あ、僕ボタンありますよまだ。程よいところで押していただければ。うん、僕視点だと原産絶対違うんで、竹尾慎太郎ロラでいいんだけど、うん、間に合わなかったとき。点って僕が切れるとしたらどこになれますかね、コックピットとか。え、でも、竹尾さんと僕って最後まで武器庫にいなかった、一緒に。ボタンの時。あ、最後は。そう、だから、僕が展望の方から来たから、慎太郎君がそれまでどこにいたか分かんないから。あ、そっか。一応、から。あ、俺はスキップした。うん。タスク多いけど、あの、簡単なやつだから、終われるとは思う。うん。じゃあ、止まってるんで、じゃあ、いけると思います。いいタイミングで。高田さんが右側行ってる場合って、片足君って切れるのかなって思っちゃった。まあありえそう。アーカイブ出てくれ。よっしゃー、これはでかい、これはでかいです。おい、止まるんじゃない。よし、終わったぜ。あ、大丈夫です。あら、あら、慎太郎くんが切って今弁当の中入ってきました。まあ竹尾さんなんですけど、まあレポートはあえてしませんでした。ほぼほぼ切った瞬間見たんで、まああと25秒くらい待とうと思ったけどレポされました。ああ、なるほどね。僕視点ではもう慎太郎くんは弁当の中に入ってたんでレポートできるはずがないんで、まあ一応僕序盤はアドミン見てまして、まあミーティング2と、アーカイブシャワー 1H を確認してて、まあミーティング2が下へ上がるかなと思って発見しに行こうと思ったら、まあ証拠左側で犯行現場見たって感じです。証拠左な。いやー、ゲンさんどう？私はタスク終わったんで。わー、そんなこと言うのか。マジか。すいません。七子さんの進捗具合です。60秒でいけるかどうかね。なるほどね。60秒で。いける！いけると思いますよ。ほうほう、いける !60 秒でいける。まあ、いけるならスキップ安定ですね。普通に考えたら、竹尾さんなんだけど、竹尾さん落ちて終われなかった慎太郎さんラストウルフだった場合に、勝ち筋が薄くなっちゃうから。そうだね。うん、
大丈夫。お終わる。俺を信じてくれ。絶対に終わらせる。まあ、僕それぐらいだったらスキップしてもらった方が確実です。そうそう。もちろん。タロちゃんだと。はい、タロちゃんだと思うけど。あ、そうなの、うん、でもこの状況でレポートする必要ってなくないですか。そうなんですよ。ああ、そうか。副遅延になっちゃうから。ああ、うん。そっか、じゃあ、オニキもあり得るか。じゃあもう俺がタスク終わらせて気持ちよく画面を制するわ。そうすればね、どっちがインポスターでも大丈夫なんで。大丈夫、大丈夫。いけるいける。絶対にいける。お願いします。任せて、大丈夫。霊界もちゃんと終わらせといてね。みんな終わってるよ。みんな絶対終わってると思います。シェリフも今回多分、どっかでいなくなってるでしょうからね、序盤で。うわぁ、よりによって。もう奈々子さんのお手伝いをしよう。お手伝いだけしますわ。通気性だけ良くしておきます。なるほど。逃げます。あ、おにきじゃねえか。おにきじゃねえか。何なんだろう。マスクしに行ってくださいよ。何言ってんの。話が違う。俺は。ジャンプどうしちゃったんだよ。俺は。おにき。ななこさんの作戦勝ちですね。これはすごい。結局タスク終わらんかったし。終わってないのか。いや主人公だったな、ナナコさん。これはもうナイスボタンでしたね。タスクやれよ、タスク。いやいや、よっしゃ、飛ぶぞと思ったらさ。あのボタンはひどいな。ちょうどいいタイミングで。ね。まあ、そ今死んだとこやったからな。そうなんや。おにきじゃねえか。完璧やん。いやー、なるほどな。あのタイフライングフライって俺の最高のダジャレが入ったのにもかかわらず。それ飛ぶぞーっつって。あ、そういうこと。アップロードまで行かなあかんっつって。そう。大盛り上がりやったのに、こっちは。うん、よし、じゃあ行きますかね。はい。お願いします。お願いします。